どうも、ふなしゲームズふなしです。今週もウィークエンドリーグの、報酬開封やっていこうと思います。まずね、赤金ピックなんですが、今週もなかなか、いいね、試合じゃなくていい、TOTW になってて、今週はなんといってもですね、ソンフンミン、LM ソンフンミンが来ました。で、結構 LM じゃなくて、まあ、ST がねいいという方も多いんですけど、まあ、プレミアの、左って言ったらね、マネとかその辺しかいなかったので、まあ、なかなかいいんじゃないかなと。スカットの幅広がりそうだなっていう感じがします。そしてもう一人がモドリッチかな。ソン・フンミンがだいたいね90万コインぐらいで、でモドリッチが、20万いかないぐらいかな、18万、そしてマフレズが14万コインというような感じになってます。この3人だけかな、今回のあたりはね。あとはまあプチあたりがちょいちょいいるといった感じで、まあ、個人的にはねデフライが欲しいかなと、まあ、インテルでね決めてくれたんで、でインテルで、まあ、これ収録日28日なんですが、まあ、今日の朝かな、 CL インテル対プラハ、ラウタロ2ゴール2 1アシスト、ルカクが1ゴール2アシストということで、まあまあラウタロおそらく来週 TOTW 選ばれるでしょうということでね、非常に楽しみでございます。ということで、では早速ですね、赤金から引いていきたいと思います。ソンフンミン当てます。では開封していきましょう。報酬まず受け取っていきます。先週ゴール1、ゴール1行きました。久しぶりのゴール1だね。2回目かな、 FIFA20、5万コイン2000ポイント、そしてジャンボレア選手パックと4名から1名の赤金が2人ということになってます。非常に豪華ですね。では右から行くか。選手ピック1人目、ソン、モドリッチ、マフレス、行きます。ほい、来ない。誰、どれがいい？プレミア82だし取っとくか。いやー、マジか。あと1人。ではいきます。うわっ、来なかった。プロメスがいいかな。プロメスが2万コインか。あとだって1万コインとかだよね。1万コイン、1万、まあいいでしょう。やっぱ当たんないね。しょうがない。まあそろそろ赤金の SBC ができるぐらい溜まってくる頃だと思います。では、ディビジョンライバルズの報酬も受け取っていきます。今週はランク2かな、レア選手パック、ジャンボプレミアゴールドパック、メガパックと、トレカですね、トレカ獲得していきます。ランク2ですね。よし、では、ディビライトウィーケンドリーグのパックを開封していきます。ジャンレア2パック、メガパック、レア選手パック、いや豪華。ではジャンボプレミアムゴールドパックからいきます。ウォーカート見たいね。ここはさすがに来ないでしょうと。まあ奥までも行かないと。うわ、シャドウはありがたい。シャドウ当たりじゃん。ちなみに今、シャドウ多分1万ぐらいかな。だね。8800、9000コインぐらいか。シャドウは当たりです。シャドウ使うからね。まあ、持っとこうか。では、メガパックかな。メガパック。いきます。
奥まで行くやつかな、これは。スペインか。いやまあ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 、ウォークアウトじゃないからね。裏もいないと。プレミア1枚残しとくか。よし、こっからですよ。本番はこっからです。ジャンレア、レア、ジャンレア、レアからいきますか。レア選手パックいきます。頼む、ウォークアウト、ウォークアウトを見せてくれ。来ないか。ウォークアウトじゃない。ベルギー、インテル、ルカク、ルカク。いや嬉しい、大当たりでしょ。後ろにファルカオと。ルカクいくら、8000、1万ぐらいすんの、しないのか。シャドウぐらい、シャドウ買うぐらいか。ファルカは使うか。アイコンスワップでいるしね。発売当初は高かったフェリックスくん、まあ、今は使われてないでしょう。そんな安いんだ。発売当初1万コインぐらいだったよね。最低価格ぐらい800とかか。この辺は売ろうかな。よし、では残り2パック、ジャンボレア選手パックからいきます。頼む。来ない。黒か。まあ TOTW だったらいいかな。ワンチャン裏。え、こん時って裏ってワンチャンあるんだっけ。頼む。いやー来ないね。渋い。これ1万コインだよな。アスピリクエタいないよね。高くないよね。全然高くないでしょ。あ、6000コインぐらいするのか。渋い。渋すぎる。ブラフラージャンボレア選手パックとか、プロモパックで来ますけど、いくらだっけ ?1500 円。2000円かな、ジャンレアは。まあこういうこともありますからね、課金する方はよく考えてからね、お金を入れるようにしましょう。では最後、ジャンボレア選手パックいきます。頼む、ウォークアウト。いや来ない。黒でもない。84かよ。最近ウォークアウト見てないぞ。いやー、いい剣をやった時間を返してほしいと思うよね。ひどい。こんなパクシある。はい、ということで
今週のウィーケンドリーグバック開封は以上になります。もうほとんど全部外れだったな。赤金も外れ、バックも外れということで、まあお金でね、課金する方、ブラックフライで課金する方ね、ジャンボリア選手パックとかアルティメットパックとか来ますが、皆さん当たることを祈っております。では、今回の動画はこの辺で。またね。